い、どうもナチュラルライチです。はい、遊戯王のねアーク5が今度アニメ始まるんだよね。そうだね、始まった。アーク54月からだからまだだね。はい、4月から。今現段階これ撮ってる時はまだ始まってない。始まってない。はい、はい、今日は何日だっけ？30日だ。はい、スタートデッキ買ってきました。出たんだよねこれがね。そうだね、ちょっと前にね。うん、そう。でこれ何？なんか増えたんでしょ？なんか召喚方法とカードの種類が増えたのかな。召喚方法、うん、なんだ、ペンディラム。そう、ペンディラム。どういうの？ペンディラムっていうのは新しく、うん、遊戯王のゾーンに、うん、ペンディラムゾーンっていうのができて、そこのところに置くカードが増えました。なるほどね。モンスターと魔法がこういっぺんになってるやつがペンディラム、モンスターっていうのかな。なるほどね。今までのカードとは若干違うこうカードを作ってたから、うん、見ればすぐ分かると思うけど。なるほど。ちょっとじゃあ開けてみようか。はい、ここだけ。とりあえず説明、ペンディラムはどんなもんか説明を聞こう、はい、じゃないか、開けて。はい、内容、デッキが、デッキが入ってます。強化パック、はい、で、ダウンロードコード、うん、で、紙と、ルールブック、うん、あ、少なったね、ルールブック、さすがに、ね、あ、ね、今回このルールブックね、実はね、うん、なんだっけ、バトルステップ時の処理順が書かれてるっていう、うん、今までにない、コナミやっとこう説明し始めたかっていう感じのルールブックになってて、一応分かりやすくはなってる。今まで店員頼りだったもんね。そう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 、電話して、うん、ルールナビに聞くみたいな、そんな感じだから。なるほどね。そう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 、はい、はい、じゃあこれ後で開けましょうか、これね、はい、でこれか、レシピの方はホームページの方で確認してもらいましょう。下にリンク貼っときます。そうだね、はい、じゃあこれ2枚これ、うん、これだよね、なんか増えたの。なんじゃこれ、なんじゃこれ、なんか下緑だよ。プレイングマットが忘れた。はい、プレイングマットが入ってます。でこれを見てもらうと分かると思うんですが、うん、はい、なんかこうなかなか見ない感じのゾーンが2つほど、うん、そういう感じのゾーンが2つほどあると思うんですが、はいはい、ペンデラムゾーンっていうこの赤と青のこれ、ね、はい、うん、ゾーンがあるんですけど、そこにこのカードを置いて、うん、ペンディラム召喚を宣言します。なるほど。そうすると、このペンディラムに書かれているスケールという、うん、数字、ここですね、8とか、ほうほう、これかもらえて違うんですけど、この数字の間の数、うん、こっちとこっち置いてある、うん、こっちは1、1ね、うん、はい、で奥が8だったんですけど、うん、8から1の間なんで、うん、2から7の手札にある、うん、モンスターをモンスターゾーンに召喚することができます。特殊召喚することができます。特殊召喚扱いなの？はい、一度に特殊召喚します。あー、はい、いっぱい出ちゃうの、いきなりバン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 って手札あれば。この場合は2から7、そう、手札あればモンスターカードの5枚なんで5まで。マジエクシーズし放題じゃん。し放題、エクシーズし放題、シンクロし放題。うわー、熱い、強い、強いんだけど、うん、ただこれを2枚揃えないとペンディラム召喚の掛け声ができない。で、まあ、片方だけだと、まあこれどっち置くの、どっちでもいいの、どっちもどっちもどっちもいい。ただこれ今のカードはお互いに11だけど、うん、例えば、43とか多分ずれてくるカードも出るから、うん、置く場所によってコストが、コストっていうか、まあ間のスケールが変わってきちゃうんで、うん、ちょっと置く場所も多分後で考えるようになるんて、なってくんじゃないかなっていうのは。なるほどね、はい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 、このノーマルの状態で2人で戦おうかなと思います。ペンディラムできればいいね。できればいいね。うん、その前にパック開けよう。そうだね、パック開けちゃおう。そっちもお願いしていい？じゃあこれ全部違うんでしょ、出るの全部違うね。一応固定で、なんだっけな、オッドアイズドラゴンっていうのが、はいはいはい、必ずデッキに入ってます。デッキのバックの中に入ってます。はいはいはい。じゃあ私の方は、はい、まずお注射天使リリーに、はい、リビングデッドの呼び声、いいねいいねいいね、デスボルストガルフ、懐かしい、なんだこれ俺知らないが一枚と、はい、増援といい、ね、オッドアイズ、オッドアイズ、はい、ただ必ず入ってるからね。これはちょっと私の方は入れましたからね、これね。自分の方は、リリー、うん、デス・ボルフ・トガルフ、うん、増援、うん、
ミラーフォース、ほぼ同じじゃないか。なんかこう何このさ、リビネカこうなんかこうミラーフォカっていう感じかな。何このさ、あ、何これ。ちょっと入れ替えよう。俺は入れ替えてデッキ。やろうか、はい、もうほとんどノーマルの状態です。はいはい、ショーはグーじゃんけんほい、ここです。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、先行。はい、俺のターン。ドローがなくなった。え、なん、ドローないの。なくなりました。うそ。はい、マスターズルールが、2から3に変わりまして、うん、先行ドローがなくなりました。なんてこった。残念。アメイジング。なりましたよ。とうとう。あら、残念、残念、残念。なるほどね。残念でござる。バディファイト化したのね。そうなの。知らないけど。まあ先行ドローとしかないからね。はい。まあで、うん、他にもちょこちょこ変わった点はあるとは思うんですが、まあそこも公式サイトの方で確認してもらえれば分かりやすいかと思います。はい、はい。じゃあこちらのターンからいきます。はい。じゃあ。スパイドラゴン通常召喚カードを1枚セットしてターンエンド。つえーつえードロー。前か。そうね、セットエンド。はい、ボタンドロスタンバイ。しょうがないじゃない。魔装戦士アルニスを召喚。うん、このカードは相手モンスターの攻撃で破壊され墓地を食らった時に発動できる、うん、デッキから攻撃力1500以下の魔法使い族モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚します。おう、はい、強いな。はい、じゃあフィールド魔法カジュアルの魔法兵器。おう、はい、自分フュージョンのモンスターは自分のターン内では攻撃力300ポイントアップ。うん、で、相手ターン中は守備力が300ポイントアップ。なんか変わったんだよね、フィールド魔法の。そう、フィールド魔法変わったんですよ。うん、フィールド魔法も、今までは、お互いにフィールド魔法は1枚しか貼れなくて、うん、貼ったら、相手のフィールド魔法は破壊されて墓地を取れる。うん、今度は、フィールド魔法自分が貼ってあっても相手は貼って、そのままお互いのフィールド魔法が、共存できるような環境になりました。うん、で、フィールド魔法を貼り替え時、破壊されるものだったのが、うん、この辺墓地に送るっていうことに変わって、例えば、ギアタウンとかおっと、ギアタウンが、ギアタウンが死んじゃったんです、ね、うそー、残念ながら。うそー、信じらんない。はい、はい、じゃあこのまま戦闘入ってきます。はい、じゃあバトル、1700円で300ポイント上がって2000でパンチ。ガード。おー、2000高い高い。じゃあいいよ、こっちで、2200でパンチ。あー、はい、ターンエンド。すごい。じゃあ、はい、魔装戦士アルニスを攻撃表示で召喚。どうぞ。デーモンの斧を装備。デーモンの斧だと、あれ勝てなくね。ライトニングボルテックス。おー、マジか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 。マイルボルかよ。どうぞ。アルニスで攻撃。2700ダメージから。1700。あ、ここ置いてもらえる。1300かな。はい、1300。1300、はい、エンドかな。セットエンド。はい、よろしくお願いします。はい、スタンバイメインクールドマンさんやな。じゃあカード1枚セット。はい、じゃあ補給部隊を発動して、おう、ターンエンド。ドロー。じゃあ俺もハジャの魔法壁を。おお、おい、マジか、おい。アルニスで攻撃。オッケー、じゃあ破壊されます。はい、じゃあ補給部隊行こうか。はい、相手によって、戦闘によって破壊されたので。どう、これは新しいカードだよね。新しいカードですね。スタートに入ってるカード、エンド。戦闘効果によって破壊されたらワンドだ。はい、はい、このターンドロー。スタンバイメイン。炎王と相性良さそうだよね。確かにね。じゃあ一枚捨ててターンエンド。はい、ドロー。攻撃2700ダメージくらいます。
ーモンドの杖次のために死ぬ方がいい。レーモンドの杖いいのかな。はい、ドロー、スタンバイメイン、はい、カードを1枚捨てて、はい、アーエンドだ、ドロー。もう負ける、あかんねこれ、あかんよこれ、あかんやつよ。攻撃、攻撃宣言時ミラーフォース、あーアンギャー。よし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 、セット、ちょっと待ってください、セット、エンド、これだ、ドロー、スタンバイメイン、はい、弱えー、手札弱えよ、誰か助けて、青エンド、ドロー、トラップ、お強欲な亀、どうぞドロー、ドロー、最近さ、バディファイトでよく遊ぶからさ、カードがペラッペラ、そう、今回ね、ペラペラなんだね、うん、ペラタイガーを召喚、召喚成功時、はい、どうしたの、あエンド、ドドロー、お通常召喚、はい、時読みの魔術師を通常召喚、あれなんかこいつペンディアムする気ないぞ、ペンディアムなんかしてたら負けるバトル1200でダイレクトアタック、あサンダーブレイク、うわーマジかー、テンポイント払うぞ、あで向こうだ、ほら1200くれ、うわー受けたぜ、これさ意外とこれ楽しいねよし、これで俺のターンは、待ってよ、いや、1枚捨てて、パワーエンドだ、ポイント上がってんじゃない、あ、そうだ、プラス3ポイント上がってるぜ、ほい、はい、パワーエンド、地味に上がってるの捨てたぞ、ドロー、マジか、エンドドロー、スタンバイメイン、お、これいけるんじゃねえか、これ頑張ればいけるんじゃねえか、こんなもんいらん、リリース、あぁ魔装戦士ワンドラ、いくぜバトル、2300アタック、あーいただく、よっしゃ2300ダメージや、よっと、はい、残りは1200か、はい、あーエンドだ、ドロップ、おーつえー、つおーえおーつえー、なんか拾ってくるぞ、何もあるんだ、ペンジュラムモンスター、魔法使い族モンスターだから関係ねえぜ、魔法使いばっかだぞこのデッキ、そう実は魔法使いばっかなんだあのさ、これ超えるカードないんだけどまあなかなかなアドバンス召喚しちゃうと難しいよな、やべえ強えぞそれ、除去カードに耐えるしかねえよ、もうそこまでいったら、そんなのあったっけ、もう使い切った気がする、あそっかお前ミラホ入ってないのか、ダークソード、闇の戦士ダークソードを手振り、やべえまずいぞ、あれまずいぞ、これ300ダウンしてんだもんね、相手ね、300、今2000ただ、あれあ、そうか、2000だよね、アイスタン中は守備力300ポイント上がるだけだ、召喚、やべえ、まずいぞあいつ、セット、魔補給部隊を使った、なんだってさ、2100で攻撃おお、まずくねえか、それはおーおーおー、まずいぞ、おーどうしてくれたんだ、破壊三石効果や、はい、とりあえず2100で100ダメージ食らってやるぜ、オッケー、100ダメージ、補給部隊、補給部隊、お、補給部隊の効果もあるぜ、とりあえず先にチェーン1チェーン2だ、はい、バンドの効果、うん、このカードがフィールド上から墓地に送られた場合、うん、自分の墓地のドラゴン族、戦士族、魔法使い族モンスターの、うん、通常モンスターを1枚対象として選択できます、うん、じゃあサファイアドラゴンを選択するぜ、チェーン2だからこっちに書いてね、チェーン1、2だから書いてこっちじゃね、で、まあ、一応とりあえず、先、バンドロー、うん、で、その後効果で、回収だ、うん、最初取ったモンスターを、よっしゃ、行くぜ、どうや、エンドか、エンドじゃ、行くぜ、俺のターン、ドロー、これはこっちかくー、危なかったー、さてと、行くか、サファイアドラゴン、通常召喚や、おぉ強え、よっしゃ300ポイント上がってるところまた攻撃が大丈夫、強え、バトル1900アタック、いや1900じゃない2200アタック、ああ
こうか。で、ドロー。ドロー。これで、ターンエンドです。なるほど。ドロー。マジね、超強いカードを握ってるからね、俺。マジか、やれよ。闇の量産工場。出た。量産する気満々なやつや。1枚、2枚。うわ、量産してきよかったやつ。超強いで、これ。ひどいカード使った。そしたら、またダークソードを召喚して、攻撃おう、食らってやるぜ。200ポイントダメージ、200ポイントダメージ、俺、自力品だぞ、ちょっとセット、エンド俺のターン、効果、効果効果で守るか、エンド、で、俺のターン、うん、ドロースタンバイメイン、うん、自力品だな、本当にどうしよう、これじゃあ、謎のカード1枚セットしてターンエンドだ、ドローこれは強いんじゃねえか。まずスナックの召喚師を通常召喚。ほう。もっと強いんじゃないか。リビングデッド乗り越えって言っちゃうぞ。マジか、それはまずいんじゃねえか。オットアイズって言っちゃうぞ。おっと、いつまで捨てちゃった。これサンダーブレイクの。ああ、サンブレでも知ってたのか。あれ、オットアイズって攻撃って言っちゃうぞ。お？2500。2800。うん。ほら、効果効果400の半分、2001900かな、うん、今リバース効果、うん、相手モンスター一体選択、うん、お前がいいなこいつ、うん、破壊これで破壊おりゃ効果、効果吐き終えたら俺も発動だよ、ワンドルスラックの召喚師攻撃1900ですね、なんもねえよー負けじゃわしもそう、負けちゃったぜ。意外とさ、面白いんだよこれ。まあ、スターターデッキ同士だからね、まださ、何来るかわかんないかもしれない。これはこれでひどいなだって、これ超面白いだってデーモンノードが超強いっつってんだもん。デーモンノード超強いやばやばいね、このいつも使わないカードが強く感じるっていうのがね、いいね、これね。ちょっと、デンデラムできなかったけど。デンデラム出ねえよ。これね、いい収穫だよ。片方出たよ、片方。1枚。1枚、一番そこにあった。もう下から3枚ぐらいこっち行ったよ、白い子。1枚に行ったけど、こっちに行ったけど、逆に。守備レベル効果は出ねえな。面白い。見たな、これ。面白かった。皆さんも、よければ、スターターデッキ同士で遊んでみてください。